愛媛県、愛媛県は日本の行政区画及び地方公共団体、四国地方の北西部から北中部に位置する、県庁所在地及び最大の都市は松山市、両政国の伊予国にあたる。国土地理院地理情報によると、愛媛県の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは1 5 5 9 9トル。 南北の長さは 157.16km である。また、国土地理院の全国都道府県市区町村別面積長によると、愛媛県の面積は平方キロメートルである。などほか多数、瀬戸内海側と上海に面した地域とで大きく異なる。瀬戸内海側は温暖症雨であり、大きな河星や湖がないため活水に見舞われやすい。 松山などでは給水制限が設けられることが多い。なお、内陸部の熊高原では冷量であり、高原野菜等が栽培されている。上海川は、黒潮の影響を受けて、総じて温暖ながら、台風の関係もあり、降水量は多い。南国ではあるが、冬季には、降雪も年に1から2回ある。特に関門海峡上空を通過した北西の、湿潤な季節風が、 伊予灘を渡り、陸地にあたる地域であるため、佐田崎半島から、宇和島市の保欠峠にかけて、雪を見ることがある。また、熊高原町などでは、標高の関係から、冬場は寒く、スキー場もある。台風の直撃は、高知県などに比べると比較的少ない。ただ、台風が、中国地方や日本海を抜けたりする場合、つまり、 台風の東半分に入った場合、強風で被害が生じやすい。過去、何度か、強風による、柑橘類の塩害、落下などの被害が発生している。また、県の東部四国中央市や新居浜市では山地風などの現象も観察される。太平洋岩気候と違い、北西の季節風の影響で冬季の降水日数が、日本海側ほどではないものの、 0.0ミリメートルという微量の降水が観測された日を含めると太平洋岸気候に属する地域に比べると多くなってる。冬でも暖かい日が続くが小雨や小雪の降る日もあり冬から春にかけては海晴日数は少ない。太平洋高気圧に覆われる夏季には瀬戸内海沿岸特有のなぎが発生し日中の気温は35度を超える猛暑。 国書となり、熱帯夜になることも多い。県域を3分し、東予、中予、南予と呼ぶことが多い。この場合、東予とは、今治市、最上市等の地域を指す。南予とは、大須市、内子町異性を指す。中予はこれ以外の地域である。ちなみに、明治期には、北郡、現在の大須市、内子町も中予に含まれていたとの説もある。 県民の間では3区分が馴染まれており、市町村で表示することが多くなった現在も、放送局によっては、天気予報も3区分で表示される。行政区分では、愛媛県の地方局、東から西城、今治、松山、八幡田浜、宇和島の5カ所の管轄区分も用いられるが、使用者は行政関係者にほぼ限られる。2008年、平成20年4月には、東予 西条、中与、松山、南与、宇和島の三極体制に再編され、今治、八幡浜は四極となった。県庁によって、以下の六つの県域が設定されている。人口は2006年、平成18年6月1日現在の推計人口。県下には、以下の十一市七郡九町がある。平成17年8月1日現在。村は、 平成17年1月16日の朝倉村、関前村の合併をもって消滅している。町はすべて町と読む。地方区分は上記の県庁による区分とは異なるが、一般県民にはこちらの方が馴染んでいる。2003年、平成15年3月の時点で70あった市町村は20市町に再編され、この結果、県内から村が消滅した。 以下は、その変遷の一覧である。愛媛の地名は、古くは、古事記上官のイザなぎとイザなみによる、国海の段に、伊予国伊、愛媛、伊予国は、学び目といいと見える。後に、学び目が、愛媛へと転化した。全国で、唯一の新名をつけた県である。県内では2万2千年以上も前から、人々が生活していたことが1995年。 平成7年伊予市の旧二三町の東方遺跡、高県愛遺跡で AT 火山灰、アイラ、伊沢火山灰の下から石器が出土したことで分かった。現在の愛媛県は両生国での伊予国にあたる。松山市の久米地域は久米国造の支配地域であり、その中心地でもあった。久米地域の堀越川と小野川に挟まれた岸大地上とその周辺に7から8世紀代の 所管外交が集中して分布してり、発掘調査が進められている。7世紀後半の、久米氷外交が、南南東部に、海老上以降、その南東外部に来住廃寺陶器団、西には、久米軍が正倉院がある。伊予八藩、すなわち、松山藩、紀州藩の四藩の西条藩、小松藩、今治藩、大洲藩と四藩の新谷藩、 宇和島藩都市藩の吉田藩。極短期間、川の江藩が存在した。愛媛では、第二次世界大戦が終わると人口が急増し、1955年に、約154万人でピークを迎えた。高度経済成長期、1950年代後半から1970年代前半には、大規模な人口流出、社会減が起こり、減少傾向に入った。 1970年代後半から1980年代前半までは人口流出が少なく再び回復基調になる。1985年の約153万人を境に再び減少傾向に入る。年齢別に見ると1950年の55.8万人をピークに年少人口15歳未満が減少している。少子化。その後、第二次。 ベビーブーム、段階ジュニア世代の誕生により、人口が維持された時期はあった、長期減少傾向は続いている。生産年齢人口、15から64歳も1985年の100.6万人をピークに減少に転じている。老年人口、65歳以上は、生産年齢人口が老年期に入っていることと、平均寿命の延長による増加、高齢化が続いており、 2010年時点で26.5%となっている。人口の流出先としては、東京県、関西が多い。また、県内では、東予、南予から中予へ人口が移動する傾向がある。長く自由民主党が選挙区を独占していたが、第45回衆議院議員総選挙では、愛媛3区で民主党公認の白石洋一が当選した。 第46回衆議院議員総選挙では、再び小選挙区で自由民主党が選挙区を独占した。比例四国ブロック2区の西岡新、4区の桜内文城、両市とも日本維新の開港人が復活当選した。第48回衆議院議員総選挙では、白石洋一が議席を取り戻した。衆議院と同様に自由民主党が独占していたが、 第21回参議院議員選挙では、現職の自由民主党候補を破り、民主党、社会民主党等が推薦する無所属の友地敏郎が、その後民主党を経て、国民の生活が、第2、入党が当選した。2013年の第23回参議院選挙では、自由民主党新人で、元四国中央市長の湯原匠が、他の新人候補を破って当選し、 再び自民党が議席を独占することとなった。県の出先機関としてごし、西条、今治、松山、宇和島、八幡浜に地方局が設置されていたが、近年の財政難や市町村合併により、東予、中予、南予の三県域ごとに再編され、東予地方局が、西条、中予地方局が、松山、南予地方局が宇和島に設置され、今治には、 東予地方局の市局、八和田浜には南予地方局の市局が設置されている。出先機関はバブル景気機による大型観光施設整備やバブル不況期の景気対策による検債の発行残高が増加で県の財政は悪化。さらに三位一体改革による補助金減少で県の財政はさらに悪化している。そのため県は大型公共事業の凍結、見直し先送り、 県職員の給料カット、知事公社等の売却、行政機関の再編などで、財政再建を進めている。地方債残高、陸上自衛隊が松山駐屯地に駐屯する。治安出動及び防衛出動が加齢された場合、愛媛県内の発電所、変電所、空港、重要港湾、重要橋梁、石油関連施設、重要生産工場等に展開する。 敵対勢力から、急迫不正の攻撃が予測される場合には、対象目標を迅速に撃破する。また、山林火災や渇水、洪水時などの災害派遣も担当する。愛媛県は、経済規模としては、全国のおよそ1%を占め、1%経済と、呼ばれる。愛媛県は、地理的に、東予、中予、南予に3分されるが、 産業においてもこれら地域によって大きく様相が異なる。県下各地で柑橘類が生産され、みかん、イオカンが有名。キウイフルーツ、栗なども有名である。そのうちみかんは2003年、平成15年度まで日本一の座を僅差ではあるが守ってきた。しかし2004年、平成16年度には34年ぶりに和歌山県に日本一の座を明け渡した。 なお2005年、平成17年度も日本一の座を奪還することはできなかった。林業産出額は57億6千万円、2010年となっており、木材生産が41億円と、全産出額の71.2%を占めている。全国の林業産出額の割合では、木材生産の割合は45.1%で、全国と比べ、 愛媛県では木材生産の割合が高くなっている。品目別の木材生産では、ヒノキが22億3000万円と最も多く、ついで杉が18億1000万円である。1980年には林業産出額は254億7000万円であったが、外国材の流入による価格低下や林業従事者の減少などによって大幅に激減している。 日内灘、いよ灘、上階という性質の異なる三つの海域に面し、それぞれ独自の漁業が営まれている。製造品出荷額等、2010年は3兆7、924億円であり、非鉄金属が6、44億円、全体の15.9%と最も高く、ついでパルプが5、211億円、輸送用機械が5、112億円、 価格が4、231億円、石油、石炭が3、936億円などとなっている。事業所、数、2010年は、全体では2434事業所で、産業別に見ると食料が460事業所と、最も高く、ついで繊維が333事業所で、パルプが225事業所などとなっている。従業員数、年では、 全体が76,347人で、食料が13,574人と最も高く、ついでパルプが9,769人、繊維が7,647人などとなっている。市町村別の製造業出荷額等では、今治市が8,871億円が最も多く、西条市が8,113億円、新居浜市が6,150億円、 四国中央市が6、68億円、松山市が4、237億円などとなっている。上位4位は東予地方の市が占めており、上島町を含めると、愛媛県全体の製造業出荷額等の7割以上を東予地方の市長が占めている。電子部品工場や自動車部品工場などが撤退し、地元では雇用の減少に頭を悩ませている。 ただ水産業が盛んであるため、飼料などの工場は複数立地している。かつては新浜市旧別市山村の別市道山などの鉱山があったが、次々と閉山し、現在は今治市の大島で大島石を採掘するぐらいになっている。バブル崩壊後は、景気対策の一環として次々と公共事業が行われ建設業は栄えたが、後に、 県財政の悪化やサイン一体改革で公共事業が減少し、現在県内の建設会社が倒産したり、会社分割など再建を図る企業も出てきている。建設業の不振で工場や事業所の撤退が相次ぐ南予地方は大きなダメージを受けている。百貨店では松山市に伊予鉄高島や松山三越がある。 閉店した店舗としては主に大丸、今治市、新居浜市、高島屋、今治市がある。なお、今治大丸は2008年、平成20年12月に閉店した。総合スーパーマーケットは以下のような店舗がある。かつては、日井、松山、今治、新居浜など、大英、松山、新居浜、西条など、泉、 松山なども進出していたが2013年1月現在、それらの店舗はない。また最近では、岡山勢で24時間オープンのスーパーである大黒天仏さんやハローズによる出店構成もあるが、店舗数はそれほど多くない。県内の電力は四国電力によって供給されているが、今治市の一部島し部、上島町では中国電力、 新居浜市の別市山地区では、住友共同電力によって供給されている。主な発電所は他、県内にはいくつかの水力、風力発電所がある。県内には、四国唯一の原子力発電所である、伊方原子力発電所がある。四国電力の原子力本部は、本店のある高松市に設置されていたが、2011年、平成23年6月末に、 原子力燃料部など一部部門を除き山市に移転する予定である。都市ガスは四国ガスによって松山市、今治市、宇和島市など一部の地域のみに整備されている。そのためほとんどの地域はプロパンガスによってガスが供給されている。愛媛県ではコールセンター誘致に補助金を交付していて南予地方や松山市へのコールセンター誘致に成功している。 また、松山市には、コールセンター以外にも大手保険会社の集中事務センターが設置されたり、細胞図の開発拠点設置が計画されるなど多くの新規雇用が生まれている。愛媛県の観光客数は延べ2450万9000人、2011年、で、観光客消費総額は1049億円、2011年、となっている。地域別では、 松山県域、中予地方が、最も多く延べ1 0万4千人、今治県域、今治市、上島町が延べ436万1000人、八幡浜、大須県域、八幡浜市、大須市、西予市、内子町、伊方町が延べ402、3千人、2011年、東予東部県域、四国中央市、新居浜市、西城市が延べ335万人、宇島県域、 宇和島市、松野町、紀北町、愛南町が延べ267万1人となっている。県外観光客は、尾道市と今治市を結ぶ島並海道が開通し、開通した1999年には、県外観光客延べ数は1100万人を超え、島並ブームと呼ばれるほど、観光客が大幅に増加した。2000年には、ブームの収束で、 県外観光客は減少したが、その後は800万人から1000万人で推移している。2011年の県外観光客数は延べ9396000人で、観光客消費総額は931億円である。ミシュランガイド日本編で2つ星にそれぞれ選定された3000年の歴史を有する道後温泉や四国最大の平山城である松山城。 また、東、中、南予地方特有の自然や文化施設などの観光資源があり、毎年、県内各地で、数多くのイベントが行われている。愛媛県警察本部の管轄にある、以下16警察署が置かれている、第6管区海上法案本部の管轄にある、現在、愛媛県内にある空港は、松山空港のみである。国内便では、東京、成田、 大阪、関西、中部、福岡、鹿児島、那覇、国際便では、上海、ソウルへの定期便が就航している。1959年から1965年までは、新居浜市の黒島地区に、海上空港があり、大阪、大分へ、定期便が就航していた。JR 線に関しては、予算線の川の駅から、伊予市駅の区間が電化されている。 県内の一部、特に、南予地方の公立中学校において、生徒への部活強制加入制度、いわゆる部活強制の問題が残存している。国公立私立、独立行政法人国立高等専門学校、機構、県立市立、独立行政法人会議教育機構立県立、愛媛県では、テレビ、東京系列を除く4大企業局が視聴できる。ただし、 平成新局である愛、テレビと愛媛朝日テレビは、先発局と比べて中継局の数が少ないため、一部視聴できない地域が存在するが、これらは、周辺中継局に向けて、売特有 HF アンテナを建てるか、での再放送に加入する、ないしは、周辺県の系列を利用して、保管受信をする、このいずれかの対応が求められる。デジタル送信書。 中継局の設置数は二千十一年、平成二十三年設置予定分を含めると、NHK が六十六局、南海放送とテレビ愛媛が各四十局、愛テレビが二十四局、愛媛朝日テレビが二十二局と、死に民放局でもあま、多くない。愛媛県では1五十七年、昭和三十二年五月二十九日に、NHK 松山放送局が、 翌1958年昭和33年12月1日に南海放送がそれぞれ VHF 派によるテレビ放送を開始した。4年後の1962年昭和37年6月1日には NHK 松山がそれまでの総合テレビに加えて教育テレビの放送を開始し、結果的にはこれが愛媛県における最後の VHF 局となる。 そして全国的に UHF 局が開局していった1969年、昭和44年12月10日、愛媛県にとって初の UHF 局である愛媛放送、現、テレビ愛媛が開局した。以降、平成に入るまでは、テレビ事情に変化はなく、23年間は NHK、日テレ系、富士系の3局4波時代が続いていた。ところが、 平成に入ると1992年、平成4年10月1日に会い、テレビが1995年、平成7年4月1日に、愛媛朝日テレビが開局し、民放の数が一気に、それまでの倍になったことで、テレビ環境が著しく変化、向上した。その後2006年、平成18年10月1日、全局一斉に、地上デジタルテレビ放送、 通称、チデジを開始、5年間のアナデジ共存期間を経て2011年、平成23年7月24日に、それまでのアナログ放送を了承現在に至る。日本アマチュア無線連盟を免許人とするアマチュア無線用中継局が県内各所に設置されており、運営、管理は、ヤール直轄局である JR5WA を除き、ヤール、愛媛県支部と、 密接な関係にある愛媛レータ研究会がボランティアで行っている。愛媛県の地形は西日本最高峰の石槌山を有するなど急峻な山が多く、かつ南予のリアス式海岸など都市、集落間の通信を妨げる要因が多彩に存在するめ、それらをカバーするように設置されているところに特色がある。江戸時代に伊予八班と呼ばれるように、 多くの藩が分立したため、地域ごとに微妙に異なる文化が息づいている。この点、同じ四国内でも一藩であった高知県、土佐、土佐藩や徳島県、阿波、徳島藩、二藩、高松藩、丸亀藩であった香川県、佐抜と状況をことにしている。明治時代以降の地理的区分である、東予、中予、南予という三区分も、 文化的背景を語るには欠かせない要素となっている。愛媛の人の気質は、端的に言えば、保守的である。古くから、山の幸、海の幸が豊富であったため、郷土料理と言えるものが少ない。住民の気質も、今日では、かなり薄まったと言われるが、東予、中予、南予で若干異なる。例え話で、100万円あったら、東予の人はそれを元手に商売を始め、 二倍三倍に増やそうとする、中世の人はそれを預けて、金利で趣味に当て、温泉三昧の生活を夢見る、南世の人は一晩で使い切るような大散財をする、特に主演、と評される、同様の話は、四国四県にもあり、高知県の例えは、南世に似ている、愛媛県内の方言は、イオベンと呼ばれるが、地域によって違いがある。夏目漱石の小説、坊ちゃんなどの影響で、 ゾナ、もしが有名だが、これは松山市の方言であり、しかも現在の松山市では一部の年配者が使うゾナに、かろうじて形跡を感じられる程度で、一般には使われない。イオ弁は、アクセントの地域差が大きく、東予、中予では、京阪式アクセント、南予では、東京式アクセント、大須では、崩壊アクセントである。道後温泉郷に代表されるように古くから、 天然温泉が親しまれている。毎年10月16.1718日、総勢50代の太古代が町を練り歩く祭り。明治時代に町の発展とともに大きく豪華になり、市外の太古代にも影響を与えている。市内5つの地区ごとに集まりかき比べが行われ、毎年数十万人という観光客が訪れるほど人気を誇っていたが、 現在は10万人程度に落ちている。16日早朝の内空神社宮田氏の大会談、書き上げはまだ夜が明けないうちの行事だが、多くの観客で神社が埋め尽くされる。17日午前の国領川河川敷、17日午後の山根グラウンド、17日夕方の工場前、17日夕方の滝浜駅前、18日午前の大江浜、18日午後の 一宮神社、十八日午後の八辺神社等で行われる柿き比べは沢の観客で賑わう。昨年の十八日午前に川西地区の新浜港で行われる船見行きは、一宮神社の御しの船渡御に合わせて太古台を台船に乗せてお供をする行事。近年では川東地区の新浜東港においても川西地区の翌年に、 船見行きが行われるようになった。阿波踊り、よさこいに並ぶ、四国三大祭の一つである。毎年10月13.1415日、14日に、ふるさと広場で行われる、総勢14台の太鼓台による寄せ短期が見どころ。15日に、関川地区で行われる八合わせと呼ばれる、太鼓台同士の喧嘩も見応えがある。開催日は神社によって異なり、 カボ神社では、毎年10月体育の日の前々日、前日、石岡神社では、毎年10月14.15日、磯野神社では、毎年10月15.16日となっている。出しは、京都の祇園祭りに通ずるところがあり、段尻や太鼓台や、みこしなどによる練り回しや短期、クラブどころ、毎年7月22.2324日、 不思議パレードがある 5. おさむき